ついにお別れの時が来たな。一周目。ありがとう。また会おう。そして、グループ合言葉、YNS というものを設定してます。YNS のメンバーにはね、すごい助けられました。そして YNS メンバー、ここに書いてくれたみんな、一旦この場所とはおさらばになる。噛んだ。それじゃあ行こう。二周目。なんかね、ステータスはね、魔法剣士で行きたいんですけど、とりあえずこれで行きます。なんか、賛否両論あるみたいなんですけど、ただね、使ってないものを使いたいので、それでは、さらば、一周目の世界。あっちゅうまで来たな。さあ、二周目始まりました。ワクワクすんな、何気に。待っててくれたのかな？ありがとう。二周目来たよ。まあね、その魔法とかもね、全部とりあえず使えるように。光を別に違うね、これね。これはなんでここに血痕がこんなにあるんだ？なんだろう。この人と一緒に、あれ？後追いみたいな感じ？これ。怖いね。勇気。来ましたよ。みんな待っててくれたんだな。よし、行こう。装備とかはね、とりあえず、まあ、なんかちょっと見た目重視で行くところもあるんで、そこはご了承ください。いや、懐かしいな、ここ。まずは右。そして、扉を目指す。これはなんかちゃんと書いてくれた人だね。まずは右？いや、違うよ、絶対。この先悪いやつがあるぞ。ここに？あるわけないよね、このところにね。隠しアイテムとかあんのかな？ちょっとこれ見てみる、血痕ね。ほう。あ、なんかみんな、あ、なるほどね。ここに乗ると。ここに乗ると何かがあるのか、この先にね。はい、こういう感じでね。あるわけないやろ。なんか一周目の最初の時も俺はここで落ちた記憶。この先飛び降りが有効。マジで？なるほど。この先死があると、何かが起きるのかな。はい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 。なるほどね。あるわけないやろ。すいませんね。茶番にお付き合いしていただいて。毎度毎度こう、これがね、てか、一周目の時もこれで始まってんだ、確か。記憶だと。この先嘘つき。まあ、もういいや、嘘つきは。嘘つきしかいねえから、この世界は。あと、YNS メンバーは、勇気はまだかっていう、基本的に。あ、勇気を。エモート付き？豪華に。ありがとう。この人ずっと待っててくれてるね、この。同じコスプレみたいのして、角はずっとあれつけてくれてるんだよね。さあ、魔法剣士とはいえ、近接攻撃の、まあ、なんちゃって魔法剣士ですよ。勇気の予感、そして勇気万歳。ありがとう。天を仰ぐより。この人もよく見るな。この人もよく見るな。おそらく勇気。ありがとう。一個だけ、メッセージつけとくね。さあ、ここ確かボスが出てくるんだよな、最初な。これはしばき倒せんのか。要するにオープニングで、勇気ちょっと待って。あ、待って。俺さっきサムネ撮影してたからさ、これ、パロメーター何も出てないよ。まあいいや、このまま戦うわ。ちょっとこのまま倒してみる。何もない状態。見て、体力とか何もないから。はい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 。はい！体戦技！うるれ！これが、効くんだぜ！結構効いてるはず。これ結構ダメージでかいんですよ。これマジで。おっと、来るかな？甘い。はい、魔法からの戦技！つぶて！つぶて戦技！強っ！めっちゃ強くない？ちょっと、強さがわかんない。2個目かな、これ多分。これ2個目だね、多分ね。うん。大体2個目なんだろうね。面白くないこと。ちょっとね、さっきね、サムネ撮影するときこれで、ね、切るんですよ、僕。あ、出た。あ、一発食らったのか。食らった感じしてなかったけどな。ねえ。このね、ちびつぶてからの、これね、これからの、この追撃が超強い、マジで。これは強い。ただなんか、霊気派生の方が、魔法剣士は強いらしい。まあ、でも、霊気派生結構一周目でやってきたんで、とりあえずちょっとこれでね。まあ、火力面ではね、もしかしたらちょっと弱いのかもしれないけど。勇気あれ。ありがとう。ありがとう。そして、勇気元気。元気。めちゃくちゃ元気ですよ。なんかね、いろいろ体調不良も今起きやすい時代だけど。勇気。はい。ヤッホー。おぉ、いいね。お、なんか二刀流だね。かっこいいね。いけてるね。あとはないかな。じゃあ行きましょう。よいしょ。もうなんだ。落下し何回すんねんっていうね。本当に。これなんかムービー入んだっけこれでね。
あ、ラックス、そうそうそう、ここでね、ここで出会うと。あ、俺メリナちゃんに一瞬振られたんだよな、確かな。狂い火をまとってしまって振られたんですよ。だからせめて2周目は振られないコースで行きたいよね。あと違うエンディング、あ、でも狂い火エンドとかあるから、そうか、どうしよう、また振られんのか俺。3周目もう3周目の動画やってる時ってさ、エルデンリングを動画にしてる人ほぼいなくなってんじゃないの。なんかちょっと正直思うけど、正直思うけど、大丈夫よトレント、まだ助けられるわ、戻ってきてくれたんだね、メリナちゃん、やっと見つけたのだから、ありがとうメリナちゃん。トレント、つい数分前まで仲良くしてたぞ、忘れちまったのか。この人はきっとエルデンリングを求める、また求めさせるんですね、エルデンリングをね。もうまるでこれはあれですね、呪いですね、黄金律を外れても。最近ね、あのね、あの実はダークソウル2っていうのは僕未完なんですよ。なんでかっていうと PS3 が途中で壊れたんですね。でね、パソコン版でダークソウル2があるっぽくて、あれ、これ俺もしかしてダークソウル2もう一回やろうかなって一瞬思っちゃったんですよね、この前。どう思う？どう思うっていうのをみんなで聞くっていう。どう思います？まあ、どう思うかだけくだ、あの、意見ください。いや、未完なんですよ。もう覚え、てかもう、てかもう俺ほぼ覚えてないですよ。多分初見になりますよ、完全に。マデューラだけ覚えてる。最初の村。マデューラ。マデューラと、アマナの、なんとかってところがめちゃくちゃ難しかった記憶はある。やはり勇気か。その通りだ。お、くるっと回ってくれた。ちょ、見てこないとね、格好も。お、かわいいね。あ、違うな、なんだ、かわいくないのか。かわいくないのかって言ってた。あ、お待たせ。勇気はまだか。これもそうかな。あ、違う、これはあれだ。チュートリアルね。これ行く、このチュートリアル。これいいっしょ。これいいよね、もうね。チュートリアル洞窟だよね。これいい。いや、でもなんか勇気はまだか大丈夫だな、ここに。じゃあ、パパッと行くか。パパッと行くわ。さあ、さっきちょっとね、戦技の威力を見なかったから、こいつでちょっと確かめてみましょうか。どれぐらい威力あるか。さすがにみんなここに来ると思わなかったか。はい、はい、戦技強すぎねえ、これ。バカ強いんだけど、これ普通に。いや、これ普通に強いぞ。これ多分これ、なんか手応え的に、アイスビームより強いね、これ。多分。はい。つぶて好き。つぶて好きはアイスビームより強いです、完全に。うん、つぶて好きもいいね。アイスビームもまあ、どっかで復活させますよ。うわー、なんだ？何かが起きたぞ、木に引っかかって。みんなこっちにいるね。ああ、勇気を覚悟できたか。ここに、もう、お前、チュートリアルなんかやらんやろって思ったんだろうね。その通りだよね。これ何？ああ、勇気よ。ありがとう。この人、違う人なのかな？なんか格好変えてんのかな？なんか重いぞ。なんだ？なんかエルデンリング重くない？なんか急に重くなった気がするんだけど。はい。ボンファイアリット。さあ、来たぜ。ここの洞窟を最初俺見失ってたのか。まあ、ここはいいだろう、もう。先にこっち行こうぜ。とりあえず、外の空気吸いたいわ。よし。いや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 、来ましたね。ついに2周目。ルカちゃんとの2周目。楽しみだね。逆に忘れてるところもあるかもしれない。最高。開ける？おい。外の空気。勇気を、すごい。ちょっとこの感じ。すごいね。なんか、あれだね。あの、なんだっけ、あのさ、テルマエロマエみたいなね。阿部寛さんのね。テルマエロマエみたいな。ちょ、ルカちゃん。ちょっと待って。いきなりやめて。ちょっといきなり。妹が出るってたまに。王の予感、いわば、勇気、王勇気。ありがとう。じゃあ、これ、トナさんじゃ。トナさんいたわ。この人はね、配信の時に来てくれたんですけど。トナさんだわ、これ。うん。顔が化け物みたいな顔してるんですよ。勇気。すげえいっぱいいるな。ちょっとこれ、進まないんだけど、メッセージだけ読んでるだけで。勇気。おう、勇気は、もう、これも評価ついてないでしょ。ありがとう。よし、ボンファイアリット、行くぜ。
ちょっとね、最初に、ツリーガードでちょっとやりたいことがあるんで、あいつはね、残しておきます。発狂の時間、どういうこと？対人戦してるね、ここでね、完全にね。うん。結婚がこんなのおかしいんだよ、普通に考え、普通に考えてさ。まあ、ツリーガードにやられたってもあるけど。うわ、懐かしい、ツリーガード。まずはエレ教会からだよな。基本はエレ教会に行きます。エレ教会何度もお世話になる。なんかどっか冒険が終わって、ちょっと一息つくときに、エレ教会に戻るっていう、なんかサイクルない？あ、円卓って人もいるか。俺はね、エレ教会だったんですよね。なんかエレ教会で来るとちょっとホッとするみたいな。うん、そういうのあったんですよ。はいよ。もしかしたらツリーガードのところに帰ってた人いたらごめんね。あ、いるかな、これ。これそうじゃね？あ、違ったわ。なんか書いてそうだな、この辺とかに。大丈夫か？あ、おのこれ。おお、黄金のルーン。このとこ落ちてたっけ？そして、懐かしいおっちゃんがいる。おっちゃん、久しぶり。久しぶりでもないや。数分前になってるわ。くさび石1。あんた遊びとか、それに、どうやらお世話をお付きしよう。踊るほどでしょう。カーレー、ファーサーさんよ。オッケー。カーレーについて、私は、これ、ここいいや。読んどく。やっぱほぼ買えなくなってたな。なるほどな。まあ持ってるからか。オッケー。ごめんな、商売上がったりだよな。俺のせいで。オッケー。じゃあ最初の洞窟行きやすか。あ、これマップにもう全部出てんだ。今まで行ったところ。うっ、すごっ！こんななってんだ。なるほどね。だから、行ったところはチェックつけるみたいな感じがいいのか。だから2周目はチェックつけた方が分かりやすいっすよっていうやつのか。よっこら小1。じゃあ、なるほどね。じゃあ、まずはこの洞窟行きますか。なんかね、今ね、なんだっけ、首長ババアの石像に、アクセスしたら、何？シカトされたんだよね。さあ、やっていくぜ。今日はね、ちょっとこのね、鬼強戦技にね、ちょっとこだわった感じを動画にしていきやす。それ。これで死んじゃうんだけど。はい。あえての、はい。はい。くそったれ。ちびつけが舐めるんじゃねえぞ。OK。はい。ここから見た人いたらね、口悪いなと思うかもしれませんけど、デフォルトですね、これ。ゲームやってる時って口悪くならない？基本的に。どうだろう、みんな。これはついてないんだ。なるほどね。かがり火はついてないんだね。さすがにここはメッセージないだろうな。うん。ここはね。まあ、みんなここはないだろうから待っててね。これ来るぞ。まあ、いやいや。ここで、はい。ここにいるんだ。上に。そいさ！ちょっと届かないんだけど。そいさ！届かないな。痛えな、おめえは。このクソってダメだね。はい、皆さん、こっから豆知識披露しちゃいますよ。エルデンリング豆知識ね。はい。なんとですね、この、火が出る、この仕掛け。この、マギールの拘束具で、なんと、なんだ、あれがこれやっていう、それがどうしたのっていうのができます。なんだと？そうだろ？こんにちは。勇気をまだか。どうするんだ、俺がこの洞窟をスルーしたら。いいや、あそこめんどくせえからっつって。たまにあるじゃん、そういうの。どうする、どうしてたんだ、あの人は一体。どうしていたんだ。何をしているのかな。あ、届かない。意外と。あ、意外と飛距離がない。はい。何をしてんのかな、お前も。この野郎。戦技やるまでもねえな、おい、おい、おい。二発目まで生き残ってくんないとさ、動画のネタとして甘ったるいことになっちゃうんだよね。わかるかな、このクソっとれ。よし、OK。ここ苦戦したよね、最初。ここマジ苦戦したよな。俺、確か持たざるもので始めてるんですよ、このゲーム。ごっくんちょ。登っていく。あ、一応なんでこの服着てるかっていうと、旅が始まったから旅の服になってます。すごい安直な。はい。戦いやすいよね、基本的に。この、斧槍系のこれは。基本的に戦いやすいんですよ、シンプルに。何がって言われても。何してんの？ここいるよ、確か。右か左に。痛えな、分かってて食らったんだけど。おい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 、舐めてるな、お前。さては。口数の減らねえやつだな。うるせえ！
オッケー、危ねえ。今ちょっとヒヤッとしたら。いてんだけど、なんで、どういうダウン？ダウン取られた。クソってへこんでろ。はい、オッケー。はい、ごくごくと。余裕っすね。さまよえる鬼人の位牌。これ、位牌も2個になるってこと？まさかの。あれ、なんかさ、なんか回復量が落ちた。いや、気のせいか。回復量上がるやつを装備してないからか。どうすんだっけ？これこっちか。ここで、あ、ここにあれがあると。お？なんかいない？気のせいか。なんか今ペタペタ足音しなかった。ここに一人いるんだよ。スイサー、オッケー。はい。はい、レバーを。どこかで扉が重たいよ。待って、扉が重たいの。消えて。うん、飛距離に慣れなきゃダメだな。意外と近場じゃないとダメと。なるほどね。オッケー。開きましたね。それじゃあ行きましょう。最初のボス戦。なんか重いな。気のせいか。なんか重いんだけど。なんだろう。何かが重いぞ。何が重いんだ、これ。この辺は違うね。じゃあ行きまーす。はいー。お花ず、行け。ショーミランダ隊、頑張れ。よし、来いよ。この戦技の威力見せてやるよ。ショーミランダ隊、頑張れ。よし、急いでだ。つぶて、つき。つぶて、ショーミランダ隊。ショーミランダ隊が。つぶてガトツ。くそ。つぶてガトツが。つぶてガトツ。うん。やっぱ2周目だから食らうな、結構。からの、はい、つぶて、ガトツ、おお、入れ替わった。つぶて、ガトツ、ガトツって知ってる？ガトツガトツって言うけど、ルローニケンシンだね。うん。ルローニケンシンの、なんだっけ、誰の技だっけ、石狩正雄。よし、今日は2周目初回だからな。もう一個行っちゃおう、洞窟。森脇の洞窟行きまーす。懐かしいね、ここね。ここなんだっけ？なんだっけって言ってるけど、全然覚えてないんですよね。結局。あ、なんか体力とか低いなと思ったら、大ルーンがついてないからか。なるほどね。なんかスタミナとか体力低いなーって思ったんだよね。いつもよりね。1周目の時になんか低いなと思った。大ルーンがないからだ。なんだっけ、ここ。あー、はい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 。狼ワンワンの巣ね。あいで。そい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 。からの、はい。からの戦技、ガタツ。オッケー、強ち。はい。はい。1187カウンターで入って。やばない？ひびつぼ。そういえば、つぼもちょっと使っていきたいよね。つぼとかさ、はい。何？超光瓶。全然使ってないんで。一周目全く使ってなかったから。意味がわからなくて。この銀色ホタルは貴重品らしいぜ。みんな、覚えといてくれ。これなんかすごい短かったよね。はい？これ魔法剣士なのか俺。魔法剣士じゃないと思うんだよな。正直。見てる人がみんな思ってると思う。これ魔法剣士じゃないね。ただ今日はちょっとこの武器にこだわりますよ。正直。なんだっけ？ファルムアズラの獣人。なんでこんなとこにいんだろうね。よく考えたらね。ファルムアズラの獣人が。どうしてここにいるのか、考察してみようか。ファルムアズラからこんな最初の大地生きてるってことでしょ？なんだろう。自分探しの旅をしに来たのか。ははははは、圧直。おら！ガタツ！それ！ガタツ！からの！ガタツ！強っ！クソ強くない？やったぜ。いらねえ、タリスマン。はい。ということでね、今回はパート1なんでね、ここいらで、おいとましたいと思います。とりあえずね、この、まあなんかこの、戦技。これからの戦技。つぶてガトツ。クソ強いね、これね。マジ、ボス戦とかこれでなんか大体肩ついちゃうんじゃないかな、2周目っていうぐらい強い。まあただね、2周目はね、何か一つのものをテーマに、その動画を遊んでいくっていう、まあいつも通りのね、パターンですね。それもね、それに魔法が加わった感じですね。そういうのやりたかったんで、
魔法剣士になったっちゅうことでチタ。じゃあエルデンリーグのね動画も続けていきますし、他もあげるんで、まあよかったら皆さん、見てください。ほんじゃー。